ハンブルクバレエの芸術監督に就任したノイマイヤーは、ハンブルクバレエ学校を設立しました。今では世界有数のバレエ学校に成長し、卒業生がバレエ団の中心になるまでに至っています。彼らをノイマイヤーの子供たちと呼ぶことができるでしょう。バレエ学校の至る所にニジンスキーの肖像や彫刻が見られます。学校の重要な稽古場の一つはニジンスキースタジオと名付けられています。ノイマイヤーはニジンスキーに憧れてバレエの道に進みました。その作品の歩みはニジンスキーから手渡されたものが何であるかを確認する奇跡でもあったのです。ニジンスキーは1889年に生まれ、サンクトペテルブルクのバレエ学校に学びました。20世紀のバレエはディアギレフのロシアバレエ団と共に始まり、ニジンスキーはその花形スターでした。シエラザードの黄金の奴隷を踊るなど観客を熱狂させます。しかしニジンスキーが偉大だったのはダンサーとしてだけではありませんでした。1912年に牧神の5号、翌年に春の祭典を振り付けることによって20世紀のバレエを根底から変えたのです。ニジンスキーはそれまでのバレエにはありえなかったギクシャクとした動きを作品の中に大胆に取り入れました。ジョン・ノイマイヤーはニジンスキーに関連する資料のコレクターとしても有名です。自宅はニジンスキーの貴重な資料や美術品で埋まっています。 This is a plaster cast of Nijinsky's foot, which was made probably about 1948, after he had not danced for a long time. But it is the only evidence, real evidence we have, and it is the only one existing. And these, of course, are his shoes. This is a very interesting and very moving telegram, because it is a telegram written by Nijinsky in London after the premiere of Afternoon of a Faun. And he is saying, Faun was very successful today. We had to have an encore. The critics were unanimous. And the telegram is to Debussy. So it's very, very, very special. ニジンスキーの活躍は短期間のものでした。1913年、ディアギレフの了承を得ることなく、ロモラと突然結婚したことがディアギレフの怒りを買い、そのことが元で精神に異常をきたしたとも言われています。1919年ホテルスブレッタハウスでの公演が公衆の前で踊った最後と言われています。ニジンスキーはその後狂気に閉ざされたまま61年の生涯を終えたのでした。私にとってダンスは特別なものでした。自分がその芸術に携わることができるとは信じられなかったほどでした。初めてニジンスキーを読んだ時そう思ったのです。私は人間としてのニジンスキーに引きつけられました。彼を理解できたのです。彼が偉大なダンサー、そして振付家であった期間はとても短く、その後長い間心を病んでいたという事実は悲劇的なことです。しかし当時の私にはそれがとてもドラマティックに思えました。私にとって彼はまず人間だったのです。次にエキゾチックで
官能的で素晴らしい役柄を踊った偉大なダンサーだったのです。それから彼は振付家になりました。それは私にとって重大な意味を持っていました。なぜなら私は初めから振り付けに興味を持っていたからです。それからある時、彼が振り付けの歴史において画期的な存在であることに気づいたのです。彼のステップは既存のクラシックバレエのステップとは違いました。ニジンスキーは新しい次元のバレエを生み出していたのです。バレエニジンスキーはホテルスブレッタハウスの広間で行われたニジンスキー最後の公演の場面から始まります。ニジンスキー最後の公演に焦点を絞ることによってノイマイヤーは現代の狂気を逆に映し出そうとしているかのようです。公演の最中、ニジンスキーは観客の中に育ての親ディアギレフの幻を見て激しい勢いで過去へと連れ戻されます。幼い日々がよみがえってきます。精神の病に侵され拘束衣をまとった兄スタニスラフ、少女姿の妹ニジンスカが登場します。ニジンスキーの回想はロシアバレエ団の栄光の日々へと移っていきます。リムスキー・コルサコフの華麗な音楽とともに一挙に起こる場面転換は見る者を圧倒します。舞台奥からディアギレフや相手役だった名バレリーナカルサビーナたちが次々に登場してきます。まさにノイマイヤーの魔術です。例えばニジンスキーの第一幕の最後では光る輪がニジンスキーの後ろにあります。彼の創作力がピークに達した時であることを示しています。第二幕ではその輪はニジンスキーの前に移動します。この輪によって私たちは彼の人生をその狂気の側面から見ているように感じるのです。第一の輪、第二の輪と彼は狂気に踏み込んでいきます。そして輪は持ち上げられ、彼を通り過ぎていきます。
彼は自分自身の内なる世界に入ってしまったのです。それはショスタコーヴィッチの音楽によっても表現されています。1919年1月19日、ホテルスブレッタハウスで行われた最後の公演をニジンスキー自身は神との結婚と呼んでいました。ニジンスキーは部屋いっぱいに布で十字架を描き、自らも十字架のように両腕を広げ、これから私は戦争を踊りますと宣言したのでした。戦争の苦しみを、破壊を、死を踊ります。あなた方が反対しなかった戦争、それゆえあなた方にも責任がある戦争を踊りますと。妻のロモラは、ニジンスキーはその激しい踊りによって観客を戦場へ、破滅へと導いていったと書いています。それは死に直面した生の踊りであったと。